今日県内では三人の感染が確認されました。複数の感染者が確認されるのは九日ぶりです。感染が確認されたのは仙台市の七十代と八十代の男性二人と。名取市の四十代の男性一人の合わせて三人です。県内で二人以上の感染者が確認されるのは今月十六日の三人以来九日ぶりです。県によりますと。 午後一時点の療養者は八人で。このうち入院が三人。宿泊療養が三人。自宅療養が一人。療養先調整中が一人となっています。入院している三人のうち、一人が重症です。